乾杯。はあ。立て。飲んで。あなたの深夜のパートナー鈴木真嗣です。この番組は川越にゆかりもない男女関係もない2人が川越にゆかりのある酒や川越にゆかりのあるつまみを片手にあることないこと管を巻いていく番組です。それでは飛んで飲んで川越いきましょう。いきましょう。改めましてこんばんは、鈴木真嗣です。はい、皆さん飲んでますか。はい。そして先月の放送を楽しみにしていた皆さん、本当に申し訳ございません。申し訳ありませんでした。本当に申し訳ございません。本当に申し訳ございませんでした。あの言い訳はこの後あの少しさせていただきたいんですけど、ただ申し上げたいのは一つです、はい、体調管理もお仕事の一つ。はい。あの私どもプロとしてやはりこういうラジオをやらせてもらってるっていう気概で、はい、もういつも全力で臨んでおりますので、はい、にもかかわらずやっぱり体調のせいにして放送できないっていうのは、これは誰のせい、むしろ自分たちのせいでございます。本当に申し訳ございませんでした。はい、本当に申し訳ございませんでした。あの、みそぎの、ここでみそぎのお酒をですね、いただきながら、また深く、謝罪申し上げたいと思います。いただきます。いや、あの、みそぎ、お酒でみそぎという概念はございませんので、そういうふざけたことは言わないでいただきたい。何も知らない。不勉強である真嗣鈴木、お酒でみそぎはできないよ。できないのかい？できないのかい？できない。まあよくて傷口にお酒ぶっかけて消毒じゃみたいな、ああいうアルコールで心身ともに浄化みたいな概念ぐらいが、まあ過去つけられて、その辺が関の山かなっていうところで、言うても体調管理と思って、ね、お酒でみそぎはできません。できないね。養老の滝でバシャバシャとみそぎをするって、お前全然みそいでないやないかい。はい、ね、はい、本当に申し訳ございませんでした。ね、まあ、昨今の風潮からすると、こう、風邪とか体調不良、うん、特に私なんかはコロナでしたので、うん、で、まあ、こういう放送ができなかったことに関して、謝罪をしなければならない風潮みたいなのってどうなのよっていう風潮もあるかもしれない。ごめんなさい。言ってること分かりますかね。風潮が乱立してるけど大丈夫。乱立してたよね。風潮の風乱立ピューピューって感じだったんですけど、何言ってんでしょうね。もうコロナの後遺症なんですかね。もうこんな感じなんですかね。もう本当になんか、こう、気力が湧いてるのか湧いてないのかみたいな感じで、本当なんか、久々に美味しいお酒をいただいてて、すごい、なんかテンションが上がっちゃってまーすっていう感じですね。そうだよね。テンションがなんか、途中から上がってきてたよね。はい、なんか最初はさ、謝る気満々だったのに、途中からさ、どんどんテンション上がくなってるんですけど。そうなんですよ、どうしたの？後遺症？後遺症のせいなの？本当に後遺症かもしれない。そう、何が言いたかったかっていうと、うん、ま、我々はこういう放送に関してプロなので、うん、極力、しょうがない、うん、
とはいえもう今どこ行っても感染のリスクってあるのでしょうがないとはいえ、うん、やっぱり体調管理をしっかりしておきたかった、その通りです。それで番組に穴を開けたくなかったっていうのがとりあえずすごいもう それが核にありつつも、うん、ただ皆さんはなんか体調ちょっとまずいなって思ったらお仕事とか遠慮なく休んで直せとにかくっていう感じ、無理はしすぎるな、ね、風邪でも休めないあなたにっていう風邪薬の広告はいいのかどうかみたいな、そういう話をしたかったんだと思った。それがあれだよね、いわゆる昨今でいうコンプラの話だよね。24時間働けますかってあったじゃん昔。そんなバカな話ないんですよ、24時間働けるわけねえんだって普通に考えてね。はい、なんかそれなんかあれだね、昔のボーリゲインね、ボーリゲインはい、なんか懐かしい CM 集みたいなので見たことがあります。あるでしょ、俺リアルタイムだったんだけど、はい、ただね、さっきキララが言ってくれた通り、はい、我々はやっぱり楽しみにしてくれてる皆さんに対してやっぱり真摯に答えたいと思ってるんで、はい、体調管理は仕事だと思ってます。ただ、はい、語弊がないように言っとくと、働きたくても働けない人ってもちろんいると思ってます。どんなに頑張ってもやっぱり体調気持ちがついてこないって方もいらっしゃると思うんで、はい、それは無理せず皆さんはちゃんと状況に応じて休みようにしていただきたいので、はい、そこだけはね、間違って伝わらないようにって思ってますので。さすが東京でサラリーマンやってるしんじ君は違いますね。でしょ、もうこういうのはちゃんとやっぱりね、皆さんにね、間違って伝わったら大変だから、休んじゃダメなんだとかじゃないからね。気持ちがしんどい時とかさ、そういうのはやっぱり休まないと。いや、うまいお酒と、いい話聞くと。いや、あなた、ちょっとね、さっきからちょっと忘れてると思うんだけど、そろそろさ、お酒ね、はい、テンション上がってる理由もそのお酒のせいでしょ。はい、そうなんですよ。タイトルコール、お前、あれ今日謝罪から始まるよねみたいなぐらいの、すごい元気なタイトルコール言っちゃったんですけれども。そうなんだよ。今日ね、お酒がすっすごい好みのお酒なんですよ。初めて飲むお酒、すっごい美味しくって紹介させてください。はい、よろしくお願いします。お世話になっております、小江戸ビールのシーズナブルクラフトビール、夏限定でございます。うん、限定。小江戸ビールの青いという字に、結城葵さんの青、青い空の青じゃねえんだな。青い空の抜けるような青い空ではなく、はいはいはい、それは一文字目かな。青にもうなごめん、もう引っ張んないで、ごめん、俺が悪かった。俺が悪かった。もうどういう字かっていうだけでも、うん、もうぐちゃぐちゃ喋らせないでくださいと、はい、いうことで、こちら、夏限定の小江戸ビール、青をいただいております。うん、低温発酵ラガー酵母をあえてこう発酵させてドライな仕上がりとなるコールド IPA ということでございましてね。まずね、パッケージがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ほんと抜けるような青空っていう感じなんですよね。うん、なんかさ、青っぽい青っていうよりは、なんだろう、なんつったらいいのこの青。表現しづらいよね。グラデーション。なんか甲子園の青空みたいな感じじゃない？パッケージ。なんか青春を感じる青っつったら伝わるかも。そう、青春を感じる。伝わってるの青春を感じる青で。めっちゃわかるよ。野球選手とマネージャーの、チューチューアイスを。何その、ショートコントじゃねえ、ショートドラマみたいなの始まってんだけど。パッキンってして、こう、分け合う、パピコとか分け合うみたいな、なんかそういうのが似合う甘酸っぱい、そういう青春みたいな色の、ま、青と、うん、水色のグラデーションになってて、インスタ映えっていう感じのパッケージなんですよね。そうなんですよ。で、お気づきだと思うんですけど、ね、今日は僕とキララ、同じその青をいただいてるんで。そうなんですよ、うん、これがすっごく美味しくて、でもちろん先月収録したかったので買ってきたのが多分6月のそうだ、ね、6月下旬とかなんかそのぐらいで、下旬、うん、で今が8月の上旬なんですよ、収録日が。そうです、ずっと寝かせて、どんな味なんだろう、うん、どんな味なんだろうって言って、コロナの時とかも、もう冷蔵庫開けるたびに、うんうんうん、あ、素敵なパッケージ、どんな味なんだろう、収録日、次の収録の時にはもうたくさん飲むぞっていう感じでずっと楽しみに、その1ヶ月寝かした分もあるので、本当に一口目がすっごく美味しくって、うん、もう私ね、小江戸ビールの中で一番本当に美味しいなって思う、大好きな商品ですね。皆さん、夏限定ですので、ね、もう絶対に買ってください。本当に美味しい。この一口目の初めての感覚、その生の感覚をお伝えできるのがすっごく嬉しい。いや、まあ俺美味しいの知ってたし。そうなんですよ。俺美味しいのは知ってたよ。こいつね、もう打ち合わせの時に
言う気づいたというか言われたんですけどね、はい、あのこいつ今ね私がその待った分もすごく美味しいみたいな圧を持って紹介したんですが、だからちょっと冷静なんですよね。真実鈴木はそこに山があるから登るのだみたいな感じで待ちきれずに冷蔵庫開けてそこに青があったからもう開けちゃったらしいです。なんか無意識だったんだよ本当に。本当に無意識で、こうさやっぱり暑いじゃん今年の夏ってさ、まあ、例年毎回言ってるかもしれないけどさ、いつもより暑く感じちゃって、いやお前なあのもう本当にもうワンちゃんに対して申し訳ない言い方にはなっちゃうんだけれども、うん、そこら辺のワンちゃんの方がしつけされてるよ。じゃあ仕事終わりにこうさあの暑い暑いって帰ってきて、わかるわかるわかる、冷蔵庫開けたんだよ、あるんだよ、わかるけれども、お前もう仕事なんだから待てよ、今日のために一口目一杯目の感動をちゃんと保てお前。あのさっきうまいこと言ったよね、そこに山があるからじゃなくてさ、そこにビールあったら飲むだろっていう話でさ、あーあーあったあったっつって今日も疲れ、バカ野郎なんですよこいつは本当に。まずね、収録10回目ぐらいだったらこういう態度の鈴木伸二に対してめちゃくちゃ腹、シンプルに本当純粋に怒りの感情をあらわにしてたと思うんだけど、だいぶ後退できたよね僕のね。もう40回過ぎたらそう、伸二鈴木はこういう性格なんだなってもう諦めがあるので、これね本当ごめん、うん、俺が言ったらなんかさ変なんだけど悪気一切ないよ、なんかあったから飲んじゃったの。そうなんだよこいつマジで悪気ないんだよ。普通だったらさ、ごめん飲んじゃってごめんとかなんだけど、あれなんか飲んだらまずかったっけぐらいのね。そうあれなんかもうそういうところはありありと想像できて、そうもうそうだよね、悪いことしたっけっていう感じなんだよね、悪いことしたんだよお前。まあまあね、なのでまあな、よかったよかった、だいぶやっぱ40回のやっぱり付き合いっていいね、もう皆まで説明しなくていいから。そうだね、もう放送回数の項みたいな感じでね、はい、ということで何にも良くないんですけれども、あちなみに今回いただいておりますおつまみは、ね、うぬしマイクの、ポテトチップスですね。またデジャブだ、またデジャブだ、まだまだある、まだあんだろ、まだあるんだね、まだあります、うん、はい、箱買いしたのでね。しんちゃん何食べてんの？本当に暑いじゃないですか最近、めちゃめちゃ暑い、はい、ね、暑い時に暑いって言うなって話なんですけど、食欲がそんなないんですよ、はい。おう、はい、なのであのドンキで買ってきた梅練りをあのなぶりながら、あ、美味しいよね。うまいんですよ梅練り。美味しい。塩分取れるし、塩分取れるしね。ああ、塩分とビール、夏に最適の組み合わせですね。それちょっとさキララ言わして、その、はい、さっき冒頭で、まあ、謝罪をしつつ、はい、少し言い訳をしたいって話をしたんですけど、はい、僕がその収録日休んじゃったんですよ、はい、休んじゃったからダウンしちゃったんですよ。でそうね、ダウンした理由が、はい、さっきキララはコロナっていう話をちょっとさ言ってたけど、僕、はい、そのからコロナとか熱が出たとかではないんですが、はい、なんだろう、本当にさ起きれないっていうか気持ち悪くなっちゃって、はい、ベッドからまず起きれなかったのね。なんだろう、二日酔いのなんだろう、うん、ライトバージョンで目が回らないやつ、うん、ただ気持ち悪さはしっかりあって、あ、それは別にアルコールのせいとかそんなではないと思う。いつもと同じ量だもん、飲んでたの、飲んでたとしても、あのすごい飲んだとかではなくて、まあいつも飲むんですけど、それでもやっぱりなんか起き上がれないというか気持ち悪くて、 おそらくですよ、おそらく熱中症だと思ってます、おそらく、うん、医者にも行けなかったもん。陽キャのバーベキューとかスポーツ観戦とかでなるような感じだったけど、そういう朝起きたらもうそういう症状だったみたいなパターンも、まあでも寝てる間ってすごい汗かくから、汗かくたりするじゃん、あ、疲労とかもいろんな条件が重なったりすると、そういう熱中症みたいな症状になっちゃうんやな、だろうなと思ってて、でそれでやっぱり塩分大切だなと思って、今日とか梅練りね、うん、なめなめしながら声をいただきながらね、そこにつなげてきたのね。そう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 、これちょっとお話ししたけど、なので皆さん家にいても、はい、あの熱中症なりますよ。そうだね、うん、ほんとそうやんな、エアコンつけてたり水分補給しやったりっていうのをちゃんと意識的にやんないと、熱中症はほんとどこでもなるね。そう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 、もうこんな高温多湿の日本の気候だとやばくない？40度もうゴール見えてるよ、40度いっちゃうよ、やばいよね、そろそろ35度とかの日、今日涼しいなって感じるもんね。なんか、もう肌が、なんだろう、感覚が狂ってきてるよね。
狂ってきてる完全に。ああそういう症状だったらね、私もまあ、 一応どんな症状だったかっていう簡単に説明すると、まあコロナで40度近い熱と、先に40度いっちゃったね先に40度いっちゃったね、クックスなんか40度近い、そうですよね、もう夏が私なのか私が夏なのかみたいな感じになっちゃって、修造松岡修造そうなんですよ、体が松岡修造になっちゃって、体が松岡修造、はいごめん、また口休みになってしまって、はい、でその後、まあ、すごい、私、関節痛が熱出ると、すごい出るタイプなので、関節痛が本当にやばくて、もう、なった1日目、2日目とかも、こうしてくれっていうのを、毎日言ってます。そのぐらいの本当に痛い関節痛っていうのと、で、まあ、そういうのはインフルエンザと同じような症状なんですけれども、今、ちょうどなってから半月ぐらいなんですが、もう間もなく20日ぐらい経つかなっていう感じなんですけれども、うん、なんかめまいみたいなのと、うんうんうん、気力が湧かないみたいなの、多分コロナ後遺症っていうものに結構悩まされてて、よく聞くよね、やっぱ後遺症ね、そうなのよ、常に浮遊感みたいな、まあ、お酒のね、お酒飲んでる時みたいな、まあ、あれがお酒なしでできるっていう点ではもしかしたらいいのかもしれないけど、ね、よくないですね、よくないよ、安く飲めるじゃねえよな何にもよくないです、うん、お酒もままならない状況っていうね、もう私にしては大変珍しいような風になってて、あとなんか変にジンマシンみたいなのも出ておりまして、はい、まだまだ完治はほど遠いなっていう感じなんですね。なので皆さんもうさっきのね、はい、この暑いこのね夏熱中症だったりだとか、まだやっぱコロナも流行ってますからね、はい、まずはね、はい、体気をつけていただきたいと思うんですけど、そんな皆さんにこの夏、はい、松岡修造よりも熱い前回告知しといてできなかったあのコーナーを持ってきたよ。スケベな言葉じゃないけどスケベに聞こえる言葉選手権番外編こいつらいつもこのコーナーやってんな、あのコーナーでございます。ただ番外編だから、番外編だから、あの他にもいろいろ紹介したいものはたくさんあるんだけれども、今回番外編でお便り1つ紹介していきたいと思います。はい、本編で紹介できなかったやつね、はい、はい、でも語りたいやつね、言わせてください、いきます。トンのネーム、ついでにトンチンコンのドイキリさん、ありがとうございます。トンチンコンありがとうございます。トンチン、はい、はい、まずお説教です。早くないまだトンのネームよ。私の言うお説教、今から言ってること内容わかんない人はスルーしてください。あなたたちは良い子だ、ね、ドイキリという固有名詞使っちゃいけません、はい、不女子ダメです。私たちは闇に隠れていける妖怪人間ということを自覚してください。ベラ、あのね、はい、何、ベロいいよ、ごめん、ベロベロベロでございますよ。あのね、はい、これ、元は児童漫画ですからね、児童アニメですから、それを大人が変な目で見ているっていう妖怪人間仕草ですから、それをそうじゃない人もいる場所に出してはダメなんですよ、お分かりですか。ですのでこういうメッセはこれから送ってきちゃダメだし、あと本当個人的なこと言うと、私ね、意外かもしれないけれども、このカップリング苦手なんです、ごめんなさいね、地雷なんです。はい、いうことで本編行きたいと思います。みんないけないよ、あの表現の自由とかそういうことじゃなくて、あのね、コンプラとかね、そういうのがあるからね、そういうの節度を守ってね、私たちね、オタクはね、楽しく活動していこうねっていうことなの。はい、映画に限らずアニメや漫画とか SSC の人生とか、言葉の透け線とは違う感じで、お二人やリスナーが感じた普通の作品の中にあるスケベな部分を紹介してほしいですっていうことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、読む前に読むって言って、俺ずっと今青を楽しんでたから、ちょっとそれも突っ込んでほしかったけど、スルーされてるから、いいんですよ、ね
あの何を言ってるか本当に分からない人大半だと思うんです。特に男性リスナーさん多いみたいなのでね、うんうん、実況参加してくださる方とかはね。だから何をこいつ怒ってんだ、トンノンネームでいきなり固有名詞ってどの部分だ、トンチンコンの部分かいみたいな方もいらっしゃると思うんで、その部分はね、もう炎、もう青のビールを楽しんでいただくのが正しい時間だったんで、はい、ありがとう SSC いうことで、うん、平たく言うと性の目覚めを感じた癖であります漫画作品とかってあるんかいっていうお便りだと思うんですけれども、アニメ漫画でしんちゃんあるかい。これはね、はい、僕他の媒体のラジオでも多分話したことあるかもしれないんですけど、ほうほう、性の目覚めじゃないけどこんなエッチな番組をこの時間帯に放送していいのかっていうのがあって、お忘れもしないこれね、1989年、僕がねまだ小学2年生とかの頃じゃない、 2,3 年の頃じゃない、それをさ、うんうんうん、なんだろう、お茶の間のなんていうかゴールデンタイムに普通に流れてたんですよ、うん、作品名長くなったからいいね、はい、ランマ2分の1、これね本当にその今だったら絶対に放送できないようなシーンが、過激なシーンが結構あって、いわゆるあの女性のバストトップが普通に出てるようなシーンとかが普通に描かれてるんですよ。え、そうなの？普通にだから、うん、そのさ、しかも土曜だったはずなんだよ、土曜だったかなって、家族で飯食った後に団らんでテレビを見る時間帯にそんななんかバストトップドーン出てきて、そんな時間帯にやってたの、土曜日の。そう、じいちゃんはプロレス見たいって言ってる中、俺はいやいやいやアニメ見たいっつってさ、アニメつけたらあのちょうどプルーンって出てきたところで、もう家族がシーンとしたの覚えてるからね。まあ、それはそうだね、お茶の間で家族みんな老若男女問わず見るんやったら、女の乳首よりは男の乳首の方がまだまだなんかね、朗らかだよね、みんなね、まあまあ、心持ちがね、なんかちょっと際どい、ね、なんか嫌な空気になるもんね。本当家族、ね、すごい静寂に包まれた静寂だってちょっとね、ドキドキするよね。子供は子供らしく振る舞うべきなのか、大人はこのアニメに対して何をどういう態度をするのか正解なのかみたいな、特に小学生とかだとなんか親も子も微妙な距離感になっちゃう。いや俺、ね、あの時さ、なんだろう、空気を読むっていうの覚えてよ、あ、ここ今俺喋っちゃいけないんだ、絶対喋っちゃいけないやつだ、おっぱいとか言っちゃいけないやつだと思ったの、ね、社会性が身についたのね、生2分の1で。はあ、いやでもそうなんだ、 あのアニメその時間帯でBチクとか出てたんですね。そこが僕は、まあ、本当になんか目覚めの一歩、はい、初めの一歩だったね。いや目覚めちゃうね。え、そんななんかあれだな、なんとなくランマ2分の1実はしっかり見たことなくて概要だけなんですけど、そんなベース系なシーンあったっけって思ったんだが、常に出てるイメージだったけどね。あ、そうだった、うん、たんだ。あれキララ違うの？俺さ、うん、なんとなくだけど、うん、被るんじゃないかと思ったんだよ。ひょっとしたらランマじゃねえと思ったんだけど、違う？あ、いや私も被るかと思って、っていうのはあの漫画でメディア展開もしてるっていうのを打ち合わせで、うん、どういう作品かは伏せつつも、まず番組内での楽しみねっていう感じにして、うんうんうん、でいろいろ条件を言った時にその漫画でメディア化してっていう条件だったから、え、同じじゃねって思ったんだけど、私の作品はあれだね、そう考えるとやっぱ世代がちょうど少し違うなっていう感じ、地獄先生ヌーベイです。いやなんかね、分からんくもない分からんくもないよ、だって俺見てたしヌーベイ見てたし、あ、私ちょっとアニメの記憶がそんなにないんですけれど、私ね、なぜかいとこ2人とも姉妹で、私はもうなんか自分の弟以外親戚一同みんな女なんですけど、いとこがめちゃくちゃそのジャンプ漫画の、しかもちょっとスケベ性を目覚めさせる少年ジャンプみたいなね、なんか本当なんか少年の性の目覚めは少年ジャンプからみたいな感じ、何このなんかこう全然少年誌じゃなくなってくるけど、あるよね、はい、そういうなんか、テロップみたいな感じじゃないんだけれども、努力友情勝利だから、あの雑誌は分かってると思うけど、どこにエロ要素があるの。
いや、あのね、ヌーベはめっちゃエッチだよ。単行本見て。いや、わかるよ。恋愛少女とかさ、わかるし。あの、そうね、ちょっとお色気枠なんだよね。とか言っちゃった、自分で。で、あれ、漫画だとそれこそ、乳首は集英社マークで隠されてたんだけど、だいぶこう、ちっちゃくって、なんかね、その隠されてることによる逆にエロスみたいなのがすごい書き立てられて、小学校の時そのいとこの本棚から見ちゃったんだけれども、だいぶ衝撃でしたね。そう、そう、ごめん、わかる、うん、ね、でしょ、ちょっと言って言って、うん、先に、うん、俺も言いたいことあるから。あ、本当？あの、私はあのこの2つに対するさらに共通点言うだけなんだけど、この2つしかも今の時点でちょうど同じようなタイミングでアニメ化、リメイクか、リメイクだよ、ね、リメイクされるよ ね、 るよね、うん、なんかそこの条件まで一緒だったから、いやガチで同じアニメあげるんじゃないかなと思ったら、世代間格差でしたね。世代間格差でもほぼ正解だと思うんだよね、うん、2人が考えてること。いや、そうだね、 なんかこう同じラインだよね、私たちね、やっぱ考えてるところが。一個だけ、うん、何言わせてもらっていい？そのさ、ヌーベに関しては今なら思うことが一つだけあるのね、うん、今見たらエロいなってすごい思うことがあって、あ、多分これ今から僕は皆さん、あの、なんだろうな、少しだけね、ちょっともう正直にお話しますよ、うん、当時見てる時は何も思わなかったんですけど、僕最近ヌーベとかやっぱりね読むこともあって、うん、あれまず背景が小学校なんですよ、小学校で、小学校の先生でヌーベで妖怪と戦うっていうね、ただ生徒を守るってアニメ作品なんですけど、はい、あの出てくるのは基本小学生なんです、だから、うんうん、にもかかわらず小学生があんないやらしい体をしてるっていう漫画を今読むことによって、なんだろう、変な気持ちになるよね。以上スケベな言葉じゃないけどスケベに聞こえる言葉選手権番外編でした。コンプライアンス、なんでカラゴイ。エンディングの時間となりました。いいよ、ここで告知、来月のトンノンは夏を思い返したい、そんな一曲をみんなからお待ちしてるぜ。音楽のコーナーかっこ雑、メールアドレスはこちら、トンノンカーゴエアットマーク gmail.com。 また番組では個人法人大口小口問わずスポンサー様幅広く募集しております。詳しくは番組 X の固定ポストご確認ください。あと X では毎月第3金曜23時30分から実況しております。ひらがな4文字トンノンハッシュタグつけたら参加可能です。お待ちしてます。あとあと11日頃発売、竹書房様漫画ライフオリジナル様にてみこどもへ掲載されてます。こちらもよろしくお願いします。で、先月放送収録してたらどうしても、読みたかったお便り、すいません、挟ませてください。どんなネーム、パープルオクジンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、先月6月ですね、大阪の阪急東通り商店街で行われていた鳥狩る町のお肉祭り参加してきました。キララのサイン入りポスターが飾られていた鶴屋さんにも行って、豚肉のお好み焼きを紅生姜4倍のせで味わい、ナムコ梅田店では缶バッジ付きドリンクを飲み、黒毛和牛カルビ1キロの抽選に念を込めて応募完了、やりたいことやって地元へ帰りました。それにしてもてっちゃん可愛い、本当にいいキャラクターですね。これからもはちゃめちゃに応援していきます。ということでありがとうございます。すいません、8月読むことになっちゃいまして申し訳ございませんでした。ということでね、これからもちゃんといただいたメール、熱いメールは熱いうちに読めるようにしていきたいので、体調管理、しんちゃんお互いしっかりして、そうだね、番組に穴を開けずに、これからも頑張っていきましょう、うん、皆さんもお付き合いいただければと思います。それではここらでおひらきで、みんな暑いけど人混みではマスクつけ